こんにちは、プレコです。本日は9月26日木曜日、ポリプ育成日誌も32日目になりました。よしみさんが出てきてるわ、よっこいしょ。いいよ。今これね、なんていうの、24fps だっけ、の、HD モードで撮ってます。これ気がつかなかったんだけど、HD モードだと4倍まで調整できるのね。で、4K にするとね、2倍までしか調整できなくなるみたい。よしみさんですね。久しぶりのような気がしますね。全身見れますね。で、どうなのかな、これ。ちょうどね、物差しから遠いところにいるんで、見にくいんだけど、どうかな、10センチぐらいかな、やっぱり。ちょっと寸法は分かりにくいね。これで全身映ってる感じか。よしみさん、相変わらずおとなしいですね。動かないです。これがだから通常1倍ね。で、でこれが4倍の状態で、1倍だとちょうど体の2倍ぐらいの広さが映っちゃうんだね。ズームの使い方がね、やっとちょっと分かってきたよ。まだまだね、カメラアングルとかよく分かってないんだけどね。なんかレンズと違う方向いてるような気がするんだけど、結構、カメラがこれ追随はしてるんだな。ピントは結構ちゃんと合ってるもんね、これね。で、静止画がね、結構水槽の画面すれすれ近くまで、近づくことができるかな。いやいや、まあ、ほぼ正常に動いてるようですね。昨日ね、実は外持ってた時に一回落としてるんですよね。ストッパーのゴムをちゃんとつけてなかったみたいで。で、その後、一本、動画、夜撮って、で、あと、キャリブレーション、その後一回やってんのかな。今んとこ問題ないですね。保証つけてないのと結構高かったんで、ビビりました。一回で壊れたらどうしようと思って。奥の方で、今、ユタカもちらついたけどね。よしみさんを映す機会ってあんまりないんで、もうでも3分撮ってんのか。時間経つの早いね。まあ、1日1本は動画撮ります。一応成長日誌なんでね。はい。しゅうちゃんはね、もうこの時間はやっぱ寝てんだわ。午後から、しゅうちゃん起きてくるのはね、4時ぐらいだからね。それまではね、よしみさんや、ゆたかもね、割と、のびのびと動いてます。ちょうど、だから、しゅうちゃんの半分ぐらいの大きさなんだよな、よしみさんにしたって。まあ、半分ちゅうことはねえか。倍だったら20センチぐらいだから、3分の2ぐらいの大きさですね。いやカメラに撮られてるのは多分分かってるんだろうね。よしみさんもね、逃げないけどね。はい、そしたらぼちぼち終わっておきたいと思います。プレコがお送りしました。皆さん良い午後をお過ごしください。ではでは。